お世話になります。ひとりでございます。1996年にポケモン赤緑が発売された2月27日がポケモンデーとして日本の記念日に制定されたのですが、2月5日にそれに関する動画が公開されました。その動画では AKB48 の総選挙のような全ポケモンの人気投票についてが主な情報なのですが、その映像で使われていたポケモンが不自然だったんですよね。この不自然なポケモンたちが今後の剣盾アップデでいち早く追加されるポケモンなのではと私は思いましたので、今回は早く復活するであろうリストラポケモンについて話していきたいと思います。この話を聞いて無理やりすぎだろうと思う方もいらっしゃると思いますが、意外とそうでもないんですよ。ポケモンデーの動画では人気投票のイメージ映像として前半は世代ごとにポケモンが登場し、後半では約1秒チラッとポケモンたちが世代関係なく映るんですよね。この後半部分の一瞬映ったポケモンたちをよく見てみると、特に最初に映ったポケモンたちは基本縦に全国図鑑の順番で並んでいます。ただ左から右に目を移していくと、例えばキングラーからラッキー、スターミーからサンダースと完全に順番に綺麗に並べられているわけでなく、一部映ってないんです。なので意図的にここがクローズアップされている印象を受けるんですよね。あとはここに映っているポケモンはやたらガラルにいるポケモンが多く、ゲンガー、ソーナンス、ハガネール、コノハナなどたくさんいて、まるでこのポケモンたちがガラルに来るポケモンだよと示唆していそうなんですよね。しかもよく見ると最近のポケモンダイレクトで復活することがほぼ確約されたリストラポケモンと言われたポケモンもかなり映っているんです。例えばキングドラ、シードラ、ラッキー、レジケイたち、ガブリアス、タマザラシ、グラードン、カイオーガなどです。ポケ大で判明した復活するポケモンはまだ数少ないですから、その数少ない中でこれだけ映っていれば意図的にこのポケモンたちを映していそうですよね。偶然にしてはギンギンにできすぎくんということで、ここに出てくるポケモンが早く復活するのではという仮説をもとに画像にいるポケモンをご紹介したいと思います。まずはスリーパー、モンジャラ、ガルーラ、スターミー、ポリゴン、オムスター、カブトプス、プテラ、バックフーン、オーダイル、オオタチ、レディバ、めちゃくちゃいい塩梅のちょうど復活しそうなポケモンですよね。電流、ニョロトノ、ハネッコ、アンノーン、キリンリキ、フォレトス、ノコッチ、グライガー、ブルー、エアームド、ヘルガー、ゴマゾ、ちょうどぴったり出そうな感じですよね。程よく欲しいポケモンもいて、そんないらないポケモンもいる。そのバランスがいいので復活臭がプンプンで鼻が痛みます。ジュプトル、アゲハント、ドクケイル、ケッキング、バクオング、ハリテヤマ、プラスル、マイナー、バルビート、イルミーゼ、マルノーム、サメ肌。私はルビサファ世代なのですが、名前が思い出せないくらいマイナー感のあるポケモンもちらほら混ざっていていいですね。サメ肌が戻ってきたらメガ進化復活も現実的になりそうです。チルタリス、ザングース、ハブネーク、トロピウス、チリーン、アブソル、ラティアス、ラティオス、ビーダル、コロトック、レントラー、チェレム、エテボース、ミミロップ、ムーマージ、いかにもなメンツですよね。私はこいつらはガチでゲームフリークさんの復活匂わせじゃないかと予想しています。で、実はこれで終わりでなく、ポケモンデー動画の後半では他にもポケモンたちが映ります。一番最後の画像はあまりにも膨大なので出現しそうには見えませんが、その前のこちらの画像では早く復活しそうなポケモンを示唆している気もします。実際先ほどの画像と一部被っていて続き的な画像なので早く復活するポケモンの可能性は比較的高そうです。早速ご紹介します。ノズパス、ココドラ、エネコロロ、バクーダ、ブーピック、ユレイドル、アーマルド、ハンテール、サクラビス、ジーランス、ラブカス、こいつ最高みたいなポケモンがいないところがリアルな感じがします。そう感じているのは私だけかもしれませんけどね。ドダイトス、ゴーカザル、ラムパルド、トリデプス、ミノマダム、ガーメイル、ドンカラス、ブニャット、リーシャン、マスキッパ、ネオラント、グライオン、ポリゴン Z、ダイノーズ。不思議花が来ることはほぼ確ですから、クリソツなドダイトスは確実に来るでしょうね。でも真面目にこの辺りは実際に来ても活躍できるポケモンもいるし、来たらワクワクするポケモンですから期待できますよね。ジャローダ、エンブオ、フタチマル、バオッキー、ヒヤッキー、ゼブライカ、ハハコモリ、ペンドラ、アバゴーラ、アーケオス、スワンナ、メブキジカ、エモンガ、タマゲタケ。今更だけどメブキジカの普通の鹿っぷりは突っ込まないでおきましょう。化石ポケモンはかなりいますから、全化石ポケモン復活も現実的ですし、復活したら嬉しい部類のポケモンですよね。シビルドン、バップロン、ブリガロン、マフォクシー、ケロマツ、カエンジン、フラージェス、ゴーゴート、トリミアン、ドラミドロ、ブロスター、ガチゴラス、モクロウ、デカグース、ケケンカニ、オドリドリ。最後はパッとしないメンツですが、それが逆に現実味があります。実際に今回紹介したやつだったらブチギレる人が多そうですけどね。ということでいろいろ紹介してきましたが、実はまだ早く復活しそうなポケモンがいます。それは何かというと、人気投票で高順位だったポケモンです。冒頭で述べた通り、ポケモンデー記念で人気投票が行われますから、そこで人気のポケモンを調べ、そこで人気だったポケモンを今後優先的に登場させそうですよね。逆に一部の人気ポケモンを復活させないで、あえてもっと先に登場させるというのもユーザーに飽きさせないという意味ではありえそうです。だって今後のアップデート
で200種類以上復活すると言っていたのに、実際にポケ大で情報公開されたのは約数十種類くらいですからね。人気投票はゲームフリーク側のアンケート調査、つまりデータ収集的な意味もありそうですよね。という感じで今回はたった約3秒映った3枚の画像だけを元に考察しましたが、ちょっと妄想がひどかったですからね。これだけひどい妄想に苛まれたのは、私の人生の中でゲームフリークと愛する彼女だけです。で、わしは彼女いない歴イコール年齢やねん。ゲームフリーク、何わしに余計なこと喋らさせとんねん。もうええわ。どうも、あっちだ。